おおおお、鶴いるじゃん。ああ鶴。女一人人生初のフェリー乗り込み、人生初の九州の地を自分の車で一周してみよう旅。よかったら動画最後までご視聴いただけると嬉しいです。はい、どうもおねでございます。近頃ちょくちょくコメントやねツイッターの方でもいいねをいただけるようになってきて嬉しいおねでございます。すぐには返信とかがね返さないかもしれないんですが、すべて目を通しているのでよかったらコメントくれると嬉しいです。あといいねとチャンネル登録の方も引き続きよろしくお願いします。先日ね500人チャンネル登録者さんが超えまして、ね、コミュニティがね使えるようになったんですが、何をつぶやいたらつぶやく何を書いたらいいのかさっぱりわかりません。では動画の続きをお楽しみください。あれ飛んでんのって鶴ですか？あれってさ、トライで左どっちだ。白いから鶴かな。おう、なんかいっぱい、あれはスネか。うん、辛い。辛いだからですか。カーカーじゃないんだけど、なんつうのこの声が。おー、世界一の鶴の平市トライチ、令和4年4月、違う、令和4年1月1日。49番目だって。次のおじいちゃんのおばあちゃんたちが50、51か。
和泉市ですね。どうぞ。全部こっち。釧路と姉妹都市なの？今ここにいるわけです。屋上か、屋上先公開した方がいるから、落ちてるけど絶対必ず閉めてって言ってるけど、うわ、ごめん、手すり下がっちゃった。なるべく触らないようにしてるんですけど。うわ。おお。フラッシュは禁止だって。はい。なんでこっちにいっぱいいるんだろうと思ったら、餌があるんだね、きっと。それでこっち側にあったね。おー、飛んでる。この上もね、登れるっぽいんですよ。なので屋根に登るの、屋根には乗っちゃいけないんで。おお。危ないのね。大丈夫、ありがとう。これはさ、プロの案内室で会社の人で、プロの愛情物語。
の中で感動の鶴物語が見えるよって。はい、今はい、見てください。こっちですか、これ。なるほど。そういう愛情ね。なるほどね。はい、ですね。だからね、あそこに、あ、ちょっと動いて、動き出したね。それだから、肉が見るよりとほら、あの、真っ白。そこ。ちょっとずれたかも。ちょっと待ってください。ちょっと焦点が合わせますね。する肉じゃないよね。でも、いろんな鶴いるんだ。北海道、山口、鹿児島、ここか。それぐらいしかいないんだ、鶴って。甘酒好きじゃなくて、ああ、こっち？なるほど。だからさっきあれか、一回水っぽいところに入ったのはそういうことね。なるほど。近い。これは望遠レンズだ。サービス精神。サービスしてくれますね。いただけない。観光センターの方にお邪魔させていただきまして、鶴を見てまいりました。あれはカラスですね。で、今ちょっとその人がね、たくさんいたところにいたということで、マスクを新しいものに変えます。では消毒してからやっております。で、今あのね、ガソリンの方が残り3個なんですよ、メーターが。
なんで、良さそうなところがあったら一回ガソリンを入れておきたいなと思います。現在の時刻が12時19分になります。でここからですね、次の目的地まで1時間41分かかります。だいたい2時間ですね。で今12時半、20分ぐらいなんで、2時ぐらいに着く予定となっております。それでは全部、はい、カメラをつけましたね。ということで出発。 SD カードの交換推奨時期です。までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録グッドボタンの方もよろしくお願いします。よかったら次の動画もまた見てください。バイバイ。